スを作る会のところ。横浜。お願いします。これまでの議論の中にあったように譲歩をするっていうのは政権与党の側なんですね。ですから政権与党がどこまで歩み寄ることができるのか、まあ、その試金石はですね、私はやっぱり定数是正の問題だと思っているんです。定数是正の問題で民主党の人は、今日は私の経済問題の先輩でもあります海江田民主党連会長と議論をさせていただきました。海江田さんの話を聞いてると歩み寄りの兆しはあるんですけども、どうも現場はそうでもない。やはり司令塔をしっかりしてもらわないとなかなか私たちと話はできないんじゃないですか。そうですね、やっぱり今民主党の中で一番欠けているのは本当に誰と話すればいいのかということですから、やっぱり当面私は本当にそれこそ現場ということですから、それぞれの委員会で話をすべきだと思いますが、その委員会でとにかく話し合いをしたことをもう党全体の方針として認めるということをやっぱり今の、民主党の執行部がそういう方針にもうするしかないんですよ。これはそれをやっぱり、まあ、今国会始まったばかりですから、この国会の間に決まればですね、一歩前進になるのかなと思いますね。昔から大変親しいんですけども、踏み込んだ発言もありましたけども、9月は頑張ってください。いやいや、何ですかそれは何のことですか。はい、